似てるな。似てる。俺の方が童顔だ。本当に？そうだね。俺の童顔だ。ごめんな、挨拶したいのに。いいよ、挨拶しな。はい、こんにちは。今日はね、ちょっと多分誰もまだ見たことないと思うんだけど、お忍びで兄貴を連れてきたの。やっぱ兄弟だけに顔似てんだよな。だね、髪色もね、気違いだからね、やっぱ。うん、お互いね。うん。後ろ緑だぞ、お前。おかしいだろ。というわけで、まあ今日は参考にする画像をね、ちょっと見せていいかわかんないんだけど、知ってると思うんだけど、よく雑誌にね、載ってる町山博彦。智彦じゃん。智彦。ちょっとね、下の名前がわかんないんですけど。博彦かな。博彦でいいと思うよ。いいのかな。うん。まあ、この人の髪型を、そうやっていこうと思うんだけどね。そんな感じです。俺美容室とか行くのすげえ苦手でさ、うん、一回も自分の顔鏡で見れないんだよね。あ、そうなの。ずっと下向いちゃってんだよね。下向いてんだ。すぐにあの首グッてやられるよ。あ、切る時とか。そうそう、すぐに首グッやられるよ。ちょっといいですかみたいな。はい。ああ、はいっつってこう前向くけど、それね、意外とね、俺そういうの苦手でさ。そうなんだ、うん、いつも画像とか持ってかないの、髪切る時。いや、持ってこない。え、もう大体。でもなんかここはまあこんな感じで適当にっつって。あー、まあ、はいっつって。なんだ、この俺は結構やっぱ注文とか持ってく。うん、注文しちゃうね、結構。なんかだから切るときとかは、うん、やりたい髪型、なんか髪の毛伸びたから切るとかっていうよりも、うん、やりたい髪型が見っかったから切るみたいな。えー、なんか理由がね、他の人と違うんだよね。そうなんだ。そうそうそう、だから、え、じゃあこんな髪型にしてくださいで行くんだ。そうそう、もう決まってるから、もうそれでお願いしますって、もうビシッつって、それで。でもすげえさ、動画で美容師に文句言ってたの。もうそう、切ってんじゃねえよこんなに、やみたいな。持ってった髪型が、うん、もうほぼ長さは変わんないぐらいだったんで、うん、だけどがっつりいきなり5センチぐらいこうパッて切られて、おいおいおいみたいなね。言える、その時。え、切りすぎじゃないですかみたいな。言った、もう速攻で言ったもん。え、ちょ、これ短すぎじゃないですかつって。したら、うんって、うん、いや、画像と同じぐらいじゃないですかねつって、こうやって近づいてきて。マジで嘘こっけバカつってね。すげえな、弟口悪いな。俺に似たな。本当はね、いつもこんな喋り方じゃないんだよ。うん。でも本当その時はびっくりした。本当に何やって、本当に免許持ってんのかよと思ったもん。あ、そう、説明し合わせてた。これドライヤーをし終わってすぐの髪型です。はい。ちょっと8割ぐらい髪乾かした感じで、若干湿ってるぐらいの感じですね。女の子で言ったらどれぐらい湿ってる？あれよね。ごめん。あ、なるほど。ごめんごめんごめん。いいごめん、持ってっていいよ、そっち方向に。ごめんごめん、全然問題ないよ。そういうあれだから、うん、コラボってそういうもんだから。いや、コラボはこういうもんなのか。うん、全然そういうもん。いいよいいよ、全然構わない。いいの。うん、まああれだね、ちょっとキスをして、うん、ちょっとこの辺をさ。あ、そう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 、それぐらいだな。大事よ、その辺のバランス。大事よ。うん、大事大事。後ろはどうしよう。後ろは、はい、襟足付近は外跳ねで、はい、あとはもう内巻きでやってきます。すげえ頭ボンバーだぜ。大丈夫大丈夫。博士太郎だよ。博士太郎。博士太郎で言ったらどれぐらい濡れてる？あのね、博士太郎で言ったら、ちょっとキスして、うん、あ、ちょっと揉んだくて。完全にもう股間が情熱大陸になっちゃってる。すげえな、俺こんなになんかセットしまったことないわ。本当に全然セットしないんですよね。めんどくさいってのあるよね、やっぱりね、うん、で、めんどくさいって、だってあれじゃん、お前的にあれだったでしょ。俺ね、あのセット動画ね、うん、ガチでやったんよ。あ、本当に？ガチでやったけど、あ、失敗したって思って。失敗っていうか、大体あんなんだから全然セットしないんだよね。うん。で、クソ下手じゃん。だから強引に持ってった。持ってった。うん、だけ。アイロンはこんくらいで。アイロンした感じをじゃあちょっと見せましょうかね、ブルーと。はい。はい、まあこんな感じで、ちょっと大きめに束を取って。すげえ。はい、髪色おかしすぎんだろ。そこはねしょうがない。そう、ここちょっと刈り上げあるから、うん、ちょっとここは画像より短くなっちゃってるけど、まあ後ろはこんな感じですね。ごめんね、ちょっと一部緑になっちゃってさ、遊んじゃったんだよ、マニックパニック。そうね、マニックパニックを使ったということで、はい、まあこんな感じで。モルさんの動画でもマニックパニック知ったからね。本当に？うん、嬉しいですね。いや、待って、お兄ちゃん。あ、ごめんね、弟ね。うん、あ、そう、
そうだ、使うワックスはね、こちら多分動画で初めて出るんだけど、このロレッタの 6.5 ってやつですね。お、うん、ファイバー系 の、 あのこう伸びるやつ、うん、で、まあ、彼が剛毛なんでね、うちの兄貴が、そうそうそう、ちょっと逆立ちしてるように思っちゃうね。チンゲかって、ごめんな、うん、まあ脇ぐらいかな、これぐらいだったら、まあね、まだそうそう、うん、これエロかったね、これね、さっきの、うん、これはね、これエロいね、どれぐらい濡れてるこれ、これはあれかな。お、すごいね、はい、伸ばしていきます。これファイバー系だからちょっと伸びがね、はい、剛毛の人とかやっぱね、それぐらいじゃなくて動きがね、あ、そうなんだ、負けちゃうから髪の硬さに。お願いします。はい、こう握るようにおつけていきます。ちょっと鏡だね、俺を見ながらじゃないと。ちょっとなんか痛かったり言って。あ、いいよいいよ、俺美容室行っても何も言わない人だからさ。髪の毛にここが切ったやつがファファってなって痒くなっても俺全然何も言わないからね。で、美容師がどっか行った時にファッってやってやるから、そういう人やから俺。でもなんか言いにくいよね、ぶっちゃけ。なんか髪の毛ちょっとここついちゃったんで取ってもらえますかとかね、言いにくいっていうのはあるよ。言いにくいし、なんかこうやって美容師の人がいるのにこうやっ てやりたくないんだよね。あー、なんか、うん、なんか悪い感じするんだよ ね変に逆に気を使わせ、気をね、使わせちゃうような、それはあるよね。うん、これ黒髪だったらよかったのに、なんか俺ブロッコリーみたいになっちゃったね。後ろはちょっとね、あのレタスみたいな感じだけどね。あ、レタスってさ、腐るとこんな感じの色だよね。そうだね、それ悪口だよ。前髪はこの手に余ったやつで、よく最初にね、前髪からつけちゃう人がたまにいるんだけど、前髪を最初からつけると、うん、あの一番多くついてる時だからさ、うん、一番最初ってベットベットになっちゃうんだよね。へー、それはね、よくない、よくない、うん、よくない。ほんと軽くつくぐらい、束をこう軽くつくれるぐらいで、やった方がいいらしいですよ。髪質がやっぱ剛毛の人ってさ、あの剛毛の人これ聞いててちょっと気分悪くしたら申し訳ないんだけど、ぶっちゃけ剛毛の人の方がやりやすくない？そうなの？うん、なんか俺はそっちの方が作りやすい気がする。みんなね、ないものねだりなんだよ。そこね、そう、ストレートのやつはなんか絶対なんかそういうくせ毛あった方がいいとか言うけど、くせ毛あるやつからしたらお前ふざけんなよっていう、ストレートの方がいいよみたいな、お前の方がいいだろうがってなっちゃうんだけどね。そうなんだよね、それも髪あるあるですよ。髪あるあるね。でちょっとこっちを向いてもらって、どっち？お、すげえ、なんかまあこんな感じですごいわ。はい、あ、まあちょっとズームしますけど、さすがの、さすがのモロさんだわ。おお、束はこんな感じです。すごい、やっぱゴマだとこう束は作りやすいよね。うん、はい。で最後にこうスプレーをねかけて終わりにしたいんですけど、これはトリエというメーカーのね、あの8番10番がね一番退屈しちゃってる、もうお客さんが退屈しちゃった。ダメだこれ。美容師失格だ、ごめんごめん。でこれね、あのトリエのフィックススプレー8番ってことで、10番が一番硬いんだけど、まあ8番ってことで、まあ結構硬い方ですね。洋画とか絶対見らんないもん。最初の20分すげえ退屈なんだよね。あ、そう、映画館行ってもすぐこうモジモジしちゃうわ。あー、ケツ痛ぇとかなっちゃうんだよね。ポップコーンとかなんか途中で、そうそうそう、あの他の人とか関係なくバリバリ食べちゃう、食べちゃう人だわ。あ、もうすまんねえなっつって。そうそうそう、俺もね結構ポップコーンバリバリ食べちゃうからね、あの隣の人に怒られることよくある。あ、マジで、うん、俺映画館でポップコーン食うけど全滅させたことないんだよね。全滅？絶対残しちゃうんだよ。あ、そうなの、うん、え、でもポップコーンのサイズとかない？ある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 。大きいの選ぶの？大体大きいの選ぶ。なんで食べれないね。ちっちゃいの選べばいいのに。はい、でもなんか雑談をしながらで、はい、終わったんですけど。おお、すごい。はい、まあ最後に、おお、すごいすごいすごいね。おお、すごい、こんな感じでちょっと、おお、これが本当にね、ごめんなさいなんだよね。吹いてんじゃん。おお、ちょっといい周りよ、一周。うん、はい、まあ後ろはちょっと無造作気味にね。うん、ほいほいと、はい。でこっちのサイドは、はい、こんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。やっぱすごいわ、すごい、本当に。うん、まあね、今日はまだ遠いとこから兄貴が来てくれて、おぉ、うん、遠いわ、ここは。ほんと遠いだった。遠いよ、遠い、ほんと遠いよ、遠いって、うん、遠い。またなんかね、機会があったらぜひね、うん、
こっち来てもらいたいし、もう俺も機会あったら行きたいから、うん、また次はじゃあ来いよな、行かせていただきましょう。というわけでバイバイ。